竹人親王妃以降から1923年6月29日は、日本の皇族。有栖川の宮竹人親王の日、加賀藩最後の藩主の前田義康公爵の四女。母は旧徳裕子。有栖川の宮家最後の皇族となった。文久4年2月8日、前田義康の四女として、金沢城中で生まれる。幼少期は男子に勝る活発さであったが、 貴婦人になるべく教育を受け、漢学は野口の布に、書は、今万里に、絵画は、松尾片巻水に、それぞれ指示した。上ずに従い遊園謙虚な一方、気象の強さで、学問の上達も目覚ましかった。1876年10月、有リ川の三宅川から、竹人新郎の日に臨まれ、11月8日に、前田屋川も受諾した。ただし、結婚は、 アリス川の宮家の後継者問題の決着後にする、よ区内省からの内々の指示があったため、結婚は見合わせられた。1878年5月18日、明治天皇の直去により、武人新王をアリス川の宮家の後継とすることが認められた。これを受け、同年11月30日に武人新王と前田以降の縁組を願いで、12月3日に直去された。 武人新郎の海外留学を経て、帰国後の1880年11月28日に、農祭の儀が行われた。そして、12月11日に、結婚の儀が取り行われた。結婚後は、義兄の樽人新郎から、アリスガ流書道を伝授されると、すぐに上達して奥義に達しただけでなく、和歌は高崎商風に指示した。英仏会話も習い、流暢な会話ができた。 1885年10月17日午後6時に、第一女子を出産10月23日のご七夜で、伊佐オ子女王と命名される。伊佐オ子女王誕生直後の19日に、竹人新納は東北巡行のため出発したが、遺こひの病のため同月29日に急遽規定した。1886年9月30日、伊佐オ子女王は、農水酒によって急成する。 1887年9月22日に第一男子を出産、翌23日に、種人王と命名される。翌1888年年6月20日から9月13日まで、種人王の他に、義母の森のリコと実前、実妹小野絵広史公爵夫人と共に、イカホに滞在し、一夏を過ごした。同年11月に、竹人親王の海外軍事視察の計画が、 持ち上がった。以降日はかねてから、欧州各国の王室の活動に関心があり、また正松宮秋人新郎が、非同藩で要講した前例もあることから、竹人新郎に同行することを強く希望した。竹人新郎も賛同し、数密院議長、伊藤博文白爵に掛け合うとともに、明治天皇に配謁して、許可を得ようとしたが、天皇は、シャタの悪風を助長するとして、 難色を示した。これを気の毒に思った義兄のたる人親王が再度、廃越し、苦内省に、経済負担をかけないことと、行き先から皇后に頻繁に報告をさせることで、了承を得たため、イコヒは自ら本郷の実家に赴き、兄、前田俊次公爵夫妻を同行させて、費用をすべて、前田公爵家に負担させることとした。 翌1889年2月11日の第日本帝国憲法発布を待ち、竹人新納、同姫子夫妻、前田公爵夫妻ら一行は2月16日に出発した。一行は米国を経て欧州に滞在した。この間、イタリア王国では、マルゲリータ王妃は、伊行妃に視察の便利を図り、現地報道は、伊個の聡明さを称えて、 日本のマルゲリータとも紹介した。キロは香港、上海を経て、1890年4月5日に神戸港に到着した。一行は名古屋滞在中だった樽人新王と神戸で再会し、また京都滞在中の天皇、皇后に拝越して、旅の成果を報告した。4月10日に帰京すると、新橋駅には樽人新王。 同日信子夫妻や種人をはじめとする数百名の放言を受けた。1891年、明治24年2月14日午前2時30分、第二女子を出産し、木入れ、ミノルエダコ城と命名された。1908年4月、種人が20歳で創生した。死死を失った、イコヒの悲しみは深く、すでに健康を害し、頭紙で静養する状態だったが、 その百日祭には病心を押して規定した。以後も毎月十五日に、豊島岡墓地を参拝するようになった。1908年十一月八日のミノルエダコ女王の効果に際しては、万事に心を尽くした。また、この時、先方には、先方の家風があるとして、次女一人も徳川家に同行させなかった。一個日は三列こそ見合わせたが、自動車で断したまでを赴き、 婚儀の様子を見守った。すでに、伊佐尾市も溶接しているため、唯一、ミノルエダコ女王だけが、徳川義久公爵に降下して、子孫を成した。1913年7月5日に、竹人親王と死別。ミノルエダコ女王の次女菊子生との婚姻を、前提として、大正天皇の第三王子、三宮信人親王が妻子を継承することとされた。 晩年の遺骨日1922年12月、遺骨日は胃腸や腎臓の病が悪化し、翌1923年4月中旬以降は湯河原で天地療養したが天候不順もあって衰弱していった。6月29日午後4時に帰得となり、翌30日午後9時20分に帰廷したが午後9時45分に公居した。7月6日に、 豊島岡墓地で葬儀が取り行われた。以降妃の皇居をもって、アリス川の宮家は絶景となった。後に、アリス川の宮家の妻子は、大正天皇の第三王子、高松の宮信人親王がこれを継承したが、こちらも2004年に、同親王妃、菊子の皇居をもって断絶した。一方、アリス川流書道は、以降から、実ルエダさらに孫娘の菊子妃を経て、 日立の宮日花子や、秋篠宮文人親王に伝承された。ありがとうございます。